クレマンティーヌ・ウド・ベルジックは、ベルギー王レオポルド2世とその王妃、マリー・アンビエットの間の末娘。フランスのボナパルティスト定位請求者、ナポレオン・ベクトレ・ボナパルトと結婚した。クレマンティーヌは、レオポルド2世夫妻の末娘として、ラーケン宮殿に生まれた。両親は、一人息子のブラバント公レオポルドを1869年に10歳で亡くしており、 クレマンティーヌが生まれた後は男の四次を設けるのを諦めた。クレマンティーヌは母親に育てられたが、マリー・アンリエット王妃は気難しくひどい母親で、クレマンティーヌは自死のステファニーと親しんで育った。ステファニーが1881年にオーストリア皇太シルドルフに嫁ぐと、クレマンティーヌはブリュッセル宮廷で孤独な少女時代を送った。クレマンティーヌは成人すると、 父から母の許可なしでも好きなところへ行く権利を認められたが、1902年に母、マリアン・リエットが亡くなると、ベルギー王家のファーストレディとして、不王を支える役目を負うことになった。クレマンティーヌは、オジュフランドル博の長男で、いずれは、ベルギー王位を継ぐことが予定されていたボードアンと、言い,い名付けの関係であったが、ボードアンは、 クレマンティーヌの行為には応えないまま若くして他界した。その後、彼女は一時ベルギー宮廷に仕えるオーギュストコヒネ、男爵と恋仲になるが、王女が下級貴族と結婚するのは無理な話だった。1888年、クレマンティーヌは宮廷でナポレオン公ナポレオン・ビクトルと出会い、彼に魅了された。しかし父レオポルド2世は、 娘とボナパルト家当主の結婚を許さなかったため、父子の間で居いが起きた。この喧嘩と父の二人の愛称が92に出入りしていたこともあって、レオポルド2世とクレマンティーヌはあまり口をきかなくなった。クレマンティーヌはその後も何度も不要に結婚の許しを求めたが、レオポルド2世は結婚を許そうとせず、感動してやると脅しをかけた。 クレマンティーヌとナポレオン公は、レオポルド二世が死ぬまで結婚を待たねばならなかった。1909年に、レオポルド二世が死ぬと、クレマンティーヌは、新王となった重帝アルベール一世から結婚の許しをもらい、翌1910年に、ナポレオン公とモンカリエリで結婚した。1955年、クレマンティーヌは、ニースで亡くなった。ありがとうございます。